タイトリストの TSR1 のシリーズになるんですけれども、全体的に言えることはもう初速が速くなったということ、そして軽く振り抜ける、もうここはもうとにかく強調していいと思います。皆さんこんにちは、ティーチングプロの石井亮介です。本日は2023年タイトリストから発表されましたタイトリスト TSR1 のシリーズについて解説をしていきたいと思います。TSR2、3、4というのがですね、2022年にもう発売をしていますけれども、ものすごい人気です。で、実際に僕も打ちましたし、また僕の周りのゴルファーも結構使っている方が多くて、前作と比べても飛距離性能がとにかくいいっていうのが皆さんの感想です。まずこの TSR1、 このドライバーについて簡単に説明をしていきたいと思います。 TSI1 とか TS1 とか、もう過去の、ね、シリーズのこの歴代の感じはそのままに、この精悍なかっこいいブラックな感じがものすごいこう所有感をこう満たしてくれる、そんなモデルに仕上がっていると思います。いわゆる軽量バージョンのモデルになります。で、軽量バージョンのモデルというと、まあ、弾が上がりやすいっていうことが一つ特徴になってくると思うんですけれど、多くのモデル、弾が捕まるっていう機能もついてくることが多いんですが、タイトリストの軽量バージョンですから、まあ、いわゆる TSR2 とか3、4のように叩いてもあまり左に行かないよね、左のミスを消すことができるよねというようなシリーズ全体のイメージは変わらずに、ちょっと軽量になっていて多くのゴルファーが振りやすくなりましたというふうなモデルに仕上がっていると思います。もちろんこのモデル捕まらないわけではなくて、ちゃんと捕まるんですけれど、いわゆる他メーカーの軽量モデルと比べると、その左に行く傾向はちょっと抑えてあるかなというのが実際打ってみての印象です。ただしそれもシャフトで、まあ、これはもちろん純正のシャフトなんですけれども、シャフトでイメージもガラッと変わりますし、ヘッド自体がものすごいオーソドックスにできていて、特別こう捕まりとか球の上げやすさとかに極端に振っていないという意味なので、良くも悪くもシャフトによって性能がガラッと変わるんではないかなっていうふうにも思います。パフォーマンスに関してはいわゆるその2とか3、4と比べても遜色ないぐらい初速が速くなったりとか、球が強い球で打てるというところがやはりこの TSR のシリーズの特徴であり、それは1にもちゃんと入っているかなというふうに思います。この TSR1 自体をこう僕が先ほど示唆しましたけど、振っていてこうクラブが自分が振りたい方向にこう素直についてきてくれる、いわゆるそのスイング中にフェースが急に開こうとしたりとか、なんかこう違う方向に行こうとするクラブってあるんですけれど、ゴルファーが振りたいと思った方向に意のままに操れるといった、そのハンドリングはこのやはりタイトリストの TSR シリーズ共通なのかなっていうふうに思います。ドライバーに続いて TSR1 のフェアウェイウッドの解説もしていきたいと思います。フェアウェイウッドはこの構えた感じ、ちょっとこうねおにぎり型っていうのかな、ちょっと三角形な感じになっている部分と、意外やこう薄めに感じるところ、ちょっとこう丸っこいところ、ものすごいこう構えやすい感じのフェアウェイウッドになってます。実際打ってみるとこの初速性能がやはりアップしてるっていうところがこの TSR1 のシリーズの特徴で、まあ、これは2も3も4もそうなんですけれど、TSR のシリーズが前作前々作と比べても、これはドライバーもフェアウェイウッドも初速がやっぱ速くなってるってところが、これはやっぱすごいなっていうふうに思います。これは本当フェアウェイウッドが苦手だったりとかする方もぜひこのヘッド試してほしいと思います。 TSR1 のユーティリティ、これもまたなかなか特徴的な形状をしていると思います。ちょっとこう見ていただくと、なんとなくショートウッドみたいなこう奥行きというか後ろの大きさがあるんじゃないかなと思います。僕は割とこう TS、まあ、タイトリストのシリーズの2のユーティリティを使うことが多かったんですけれど、それと比べても明らかに後ろ側が長くて、まあ、ウッドのようなボールの上がりやすさを実現したユーティリティになると思います。
とっても球が拾いやすくて、いわゆるこういうライトウェイトバージョンのものを使う、まあ、クラブスピードが少し遅めな方でも十二分にフェアウェイからボールを上げる。そしてこのソールが割と広めになっているので、そのラフをこう振り抜きがよく、球を上げることができるので、実際ゴルフ場にいた時にものすごい活躍してくれる感じがします。またドライバーフェアウェイと同じく、やはりフェースの初速性能がすごい高くなっているので、ユーティリティでもやっぱりある程度高さを出して距離を稼ぎたいゴルファー、またせっかくだからドライバーと一緒にねフェアウェイともユーティリティも買い替えようっていう方も TS1 または TSI1 から素直にこう乗り換えることができるんじゃないかなと思います。タイトリストの TSR1 のシリーズになるんですけれども、全体的に言えることはもう初速が速くなったということ、そして軽く振り抜ける、もうここはもうとにかく強調していいと思います。そしてタイトリストシリーズ共通して構えやすい、もうその構えた時のそのイメージでゴルファーっていうのはスイングも変わってしまったりとか、球筋をイメージできるかできないか変わってくると思うんですけれど、構えた時に本当にこう余計なことをしない、自分がこうクラブのまあフェースの向きであったりとか形状にこだわりを持っているゴルファーの方、そんな方々がこのタイトリスト TSR1 のドライバーを構えた時には、皆さん綺麗な顔してるね、いい顔してるねっておっしゃっていただけるんじゃないかなっていうふうに思います。もちろんね、これじゃあちょっとヘッドが大きく感じるよっておっしゃられる方は TSR2 も TSR3 も TSR4 もありますので、幅広いゴルファーがこのタイトリストを使える、その一番軽量モデルとしての TSR1 ぜひ試してみてください。